ライブとかなんか。それでチャージは3000円で、あと2品ほど、じゃあコロナもらおうコロナ、はい、チャージ。Come on.
草場のだって。どうしたんですか。たくさんのお客様。どういうのか。いやもう黒山の人とはこういうのすごい。ありがとうございます。ありがとうございます。向こうに丘がまだあるのか。スマイルイコマスとサウンドトラベルと申します。はい、はじめまして。お方もいらっしゃいますかね。はい、よろしくお願いします。1ヶ月のご無沙汰でございます。あ、ご無沙汰です。私たちはですね、大体昭和35、6年ぐらいから、はい、49年後半、20年代ちょいぐらいまで、夏の昭和歌謡を開催しましたね。金松さん、なべくろさんに、スパイクマン娘は一緒か、東芝さんに、ね、そのエリアは楽曲を揃えて、皆さんにお届けさせて、本当はね、夏だから、僕、先月は、こう考えてたのよ、はい、青春の曲とかさ、あとい爽やかな夏だし、暑いし、はい、あまり暑くなかったですけどね、今日からまた、お暑くございますね、はい、もう熱中症に今日からまた救急車が、気をつけないといけない、ね、はい、気をつけてるよ。うん、気をつけてないと、この間、綾野 の、 あの先月のイベント、熱中症で行かれなかったので、倒れちゃって、ですね、そう、もう平気だと思ってて、こんなになってきたからね、足元がね、最後、そんな感じですね、でしたけれども、先月の21日にね、4月の21日に平尾正樹先生がお亡くなりになってしまいました。はい、だから平尾先生の曲を教えやってるのと新曲を含めて今日3ステージございます。各ステージ2曲ずつ、もうオープニングはね、恋の鈴木伊藤家さんの、これも平尾先生の曲、はい、そして2曲目が、小柳美子さんの、恋の雪明かり、こちらも平尾先生の、楽曲で、オープニングからツイートを込めてね、やらせていただきました。セカンドステージも、平尾先生の曲を2曲、サードステージも2曲ね、お届けさせていただきたいと思います。さあ、せっかく浴衣でね、はい、来てくれたから、ね、ちょっとあの強女のイメージで次の曲お願いします。ありました、ね、はい、よろしくお願いします。
その前の時代だとね、弦を食べるにはお腹すっね。ああ、ねえ、正反対。でね、うんうん、今大変でございます、ね。うん、立場が、立場上ね。厳しい時代の亭主になっているのは辛いですね。はいはい、昔は良かったね。澤田さんの歌のね、ボギーボギー、あんたの時代が良かったからね。振り返ってね。ございますよね。確かに。最近ね、そうですね、ボギーですね。ありましたね。ああいう歌誰か書いてくれないですかね。関白、ね、宣言みたいなのもいいですね。心臓をね、心臓をまたもうなんかこう、はい、いいなっていうね。まあそんなこと言って女性に怒られちゃうんですからね、はい、申し訳ございません。さあ、次はですね、はい、うちはですね、歌手だけではなくてミュージシャンも歌います。そうなんです。で、今日はキューティーハニーのようなね、赤とかスレンダーのチェックもありひろたみやこさんのナンバーでですね、夢見るシャンソン人形をお届けいたします。そしてね、ベンチャーズ会でもね、さすらいのギター、そうですね、3曲続いて、そしてその次はね、ちょっと秘密にしておきましょう、ね、歌終わったあっこちゃん、あっこちゃんはやるわけないでしょ。まだ序盤ですからね。それ漫画、昭和漫画シリーズの時に詐欺ちゃん、あっこちゃんね、やります。さあ、それでは、はい、チャックに歌って夢見るシャンソン人形をお届けいたします。もシャンソン溢れる人形を
Yeah.
ピーナッツさんでコーラスが入ってるバージョンの方の、うん、贅沢バージョンの方の長さという、構成でやらせていただいてね、小山君、加藤ちゃんってこの昔問題の、はい、調べたら出てきました、はい、調べた、はい、見てた見てたか、ね、シャーマネさんとかいろいろね、そうですそうです、当時は私たちの時は中3になって、はいはい、なんだバカ野郎と DJ だけで10年食べてました、素晴らしい素晴らしいプロフェッショナル、ね、必ずあのエヴァちゃんが隣にいてね、うん、ちょっとチンピラさんの役をして、はい、でもああいう方いましたよね、あの押し売りみたいなね、押し売りとトラさんみたいな、本当いたって真面目に言って、ゴム買ってくれとか、いろいろ素晴らしい押し売りをゴムみたいな、すごいいましたよ、今だったらね、もう通報があれになっちゃいますね、あと包丁研ぎおじさんが今警察呼ばれちゃったとか昔は当たり前に、いやいや、研ぎ屋さんいたんですよ、ちゃんと回ってきて、いや、いたんだ、一軒昔はその西館の包丁とかそういうの一生懸命こうね、お母さん大事にして嫁売りとかね、そんな時代でございましたね、ね、うん、だからステージで言うと
若いミュージシャンと言われちゃうんだから嘘つき親父に思われるんですから。あ、いやいやいや、本当そういう現地再現でございました。いや、そんな、そしてね、初恋の人、これは小川智子さんのナンバーで、婚約者が福沢諭吉さんのひ孫さんでございまして、福沢八代さん、その方でしたね。それでレーサーで、ガーンと亡くなっちゃって、あ、もう列の方のレーサーが、婚約者で亡くなっちゃって、あの頃なんかレースがね、ものすごく流行ってきて、F1 なんかまだそんなことはございません、はい、僕らは、中島さんの前に星野和義さんの、日産でこうガーンとね、ね、あ、福沢さんね、あ、そうか、そうか、僕らすいません、星野さんがね、有名、やっぱ先輩ですね、先輩にはありがとうございました。はい、ありがとうございます。そんな感じで、ちょっとね、あやちゃん、一休みで、ここでお願いします。ちょっと、あやちゃん、一休みお願いいたします。夏には何も聞かず呼びかけの門を捨てて抱き合ったお豆の花にな、素顔が綺麗だ、夜風よ怖がったみんな、一つ当たり残し屋の部屋でお豆の気持ちは甘く崩れ、みんな泣いたよ、おみんな忘れられない「お前の瞳は思い詰めて」「みんな胸に突き刺さる」「白いバラの花びらを散らし」「愛の明日を占うお前を」「無理やめさせて」忘れられない許して尽くしてそばに
先生の曲じゃないんだけど、この曲こうレクイムになるんじゃないかなと思って、ね、なるほど、まあ、知っておいた、うん、本当は夏だしね、はい、にゃんにゃんにゃんって感じなんだけどやっぱりね、はい、なんとなくあの巨匠ね平尾さんのツイートも込めて、はい、今日のステージもお送りさせていただきたいと思います、はい、さあ次の曲でね、はい、最後のこのステージ最後の、はい、ファーストステージ最後の、まだ撮っといてください。ありがとうございます。プロミス、お約束大好きでございます。サナキンは嫌いです。はい、ありがとうございます。そんな感じでね、次の曲やるこのステージをしっとりとね、はい、このステージはね、終わりたいと、はい、その前にですね、今日初めてのお客さんもいるのでね、はい、誰が何をやってどうしてるか分かんないとあれなんで、メンバー紹介してみたい。一番、神手でございます、4キーボード、ナンバーマスミン、はい、マスミン。今日初めて来てくださったお客様のために、ね、このステージお時間ちょっとございませんので、はい、次のステージでこの素敵なリーゼントの説明をさせていただきます。、エレクトリックギター、石井健一、健ちゃん、はい、はい、皇太子殿下と同じ年でございます。はい、パンチョ丸山、はい、シャンソン人形を歌ってくれたね、今日はキューティーハニーっぽいでしょ。素敵でセクシーだね。チャッキーとステージネームでございます。本名は磯住千秋、hey!総合司会のスマイル小松と申します。よろしくお願いいたします。お約束の、はい、本当は空振りでコンの方ね。そうですね、扱い的にね。どっかのライブハウスでそれやってひっくり返ってるおっさんがいるんで、あんまり好きなことではありませんね。はい、メッシーと言います。余計なこと言っちゃいけないね。はい、それではですね、はい、次がですね、あ、次じゃねえよ、うちの、あの契約専属歌手でございます。アヤノ、ヘイ。はい、ありがとうございます。はい、総勢22名でお送りいたしました。楽団でございます。歌謡曲楽団で、はい、じゃあ、しめやかにね、はい、このステージ、ね、奥村千代さんのナンバーで終着駅で締めたいと思います。
セカンドステージは8時50分よりお届けします。